皆さんこんにちは。ラッコチューブ3話目、前回お聞きいただきました皆さんありがとうございました。あれ字幕をね自分でつけてたんです。2分の動画を2分分あれ10分ぐらい喋っていて、2分つけるのに7時間かかりました。何の変哲もない普通の字幕、プロの方ってすごいですよね。でつけながらね思いました。話が固い、どうして制度の変遷ばかりをあんなすごい渋い大学の先生みたいな感じで、笑顔がないよみたいに喋っていたんでしょうか。だんだん慣れてくるといいな。今日も固いかもしれません。私による私のための YouTube チャンネルでございます。自己満のために喋っています。はい、3番目、私は繊維制度という、この国の中で初めて公的に始まった介助制度に背を支えていただく形で、家を出ました。でも私前回2003年にって言ってしまったかもしれないいんですけど、制度が始まったのは2003年で、私、平成13年に、家を出てるので2001年から一人暮らしをしています。今21年目になったところでございます。あとね、当時は始まってすぐは、病院や施設から地域に暮らすぞっていう、最初の先輩たちの時代で、もっと、先輩たちより、そうだな、私の、親の世代ぐらいの方々、もう少し若いかな、今60代から70代ぐらいの方々が多分一番最初にこう家から飛び出したような世代の方々なのかなと思うんですけれども、私たちは多分その1個2個下、第2世代とか第3世代とか、なんかそんなような感じなのかなっていう感覚で自分は出たんですけど、まだ公的に制度が始まって最初の最初なので、障害を持つ方々も、なんと、もしたとえ死んでも1日でも2日でもいいから、この何十年いた病院や福祉施設を出てみたいっていう気概を持って、超まだ設備的にもバリアフルだった時代の中を飛び出した人たちで、すごくこう勢いがある方々と一緒にこうポンって、私もここでやるっきゃないなと思って出たという感じでした。で、2006年までは、支援制度という制度で、国と市町村で、介助の、介助さんたちのお給料たる、介助の福祉予算を、全て負担をしますという制度だったんですけれども、時代が進むごとに当然ながら、病院などから地域社会に出てくる障害を持つ方は増えてきますよね。でそうなった時に、市町村や国だけが、介助制度の、原資を、福祉予算で負担をするには、今後障害を持つ方々がどんどんこう地域へ出てきて、人数が、裾野を広げるようにたくさん、増えた時には、国の財源がどうしてもなくなってしまうっていうことで、2006年から2010年は支援制度が一旦終わって、1割負担を障害を持つ方々もしてくださいという制度に変わりました。で、これに切り替わった時に、ちょっと年代を間違えないように見ながら喋っているんですけど、2006年から2010年、このところはですね、なんかそれまでの支援制度の中では、これからは国と市町村が、介助さんたちの給料を負担をして、障害を持つ方も、大いに社会参加をしてください、介
介助さんをボランティアじゃなくて職業として認めますっていう最初のこうバーンっていう幕開けの時だったので、障害を持つ当事者に負担がない制度で始まったんですけれども、今度は、障害を持つ本人たちや、障害を持つ方の いらっしゃるこう家族の家計に合わせて負担が生じるということで、実際それを支払うことが大きな負担になってしまったりですとか、あとなるべくこう介助の時間を使ってください使ってくださいという時代の流れだったものが、今度は反対になるべく介助の時間を公費なので、出さないようになるべく短くしてくださいという、ちょっと圧力を感じるような、時代がありまして、2006年から、自立支援法の時代は、ごく個人的な体感ですけれども非常に暮らしにくい、大変な思いも体験をしました。2012年から今に通じる総合支援法という、制度ができて、長時間の介助を認めますという、重度訪問介護ができて、やっとこう外出をするですとか社会参加を積極的にするですとか、人間としてのこう暮らしができるようになったなという、気持ちがあります。でだけど、なんだその過去時代の大変だったことばっかりを延々話しても、うちが開かないので、すごくこう良い方に変わったこと、一番ね介助さんとの生活で変わったことを、言うと、もうとにかく自分の、タイミングで外に出かけられるようになったっていうところですね。それが一番のことだった。これが人間の生活かと思いましたよ。私は実家にいた時に、家は田舎の平屋で引き戸なんですね。で、私の障害は全身の筋肉が極めて弱くて、なかなか発育をしていかないという難病なんですけど、ウェルドに息を不満症という進行性の難病なんですけれども、家のその引き戸が私の腕の力でガラガラって開かなかったんですよ、どうやっても。ですごい、田舎の家なんで玄関の外に庭がある家だったのね。で、例えばさ、なんかさ親子喧嘩をしちゃったとか、何かこう学校で何がしかなんか嫌なことがあったとか、何かでちょっと外に出たいなと思うじゃない、思春期とかさ、なんかそういう時に、そこに今見えている自分の家の玄関先の庭に自分で玄関の戸を開けて一歩出る腕の力がなくって、どうにやっても戸が開かなかったわけ。それでうちは幸いその親がこう虐待をするような家ではなかった、殴る蹴るとかそういうことをする家ではなかったけど、なんか一方自分の力で意志で家から今見えてる庭に出られないっていう、その圧倒的な動けなさって忘れようにも忘れられないっていう気持ちがあります。だけど、介助さんがいてほぼ24時間制度が進むごとにこうその時間数の保障とかも少しずつしっかりしていって、途切れなく今一日2交代なんですけれども、ガイドさんが日勤の方と夜勤の方っていてくださって、朝起きる時間、夜寝る時間、今日食べたいもの、私が意思で自分で今日は例えばさ、人参とじゃがいもと何だ何
玉ねぎ、あとお肉とかあったらカレーライスを作りますとか、すごい私例にいつもカレーしか思いつかないんだけどカレーを作りますってなるんじゃない。でそしたら、私が立って台所にこう立ち動けないところを介助さんが的確にサポートをしてくださるわけだよね。で自分の意思で決めて動いていいんだ、身体的に動けなくてもって思った時に、今までって母と私、家だとね、もう介助が母しかいないから、お母さんと私っていう関係性しかなかったのね。で母は、うちおじいちゃんとおばあちゃん、祖父母がいまして、その祖父母の通院のこう送迎なんかも大事母がやってましたし、おじいちゃん倒れてからはおじいちゃんのことも看護してるような、それは一時期だったけど時期もありましたし、弟だって4つ下にいるし、父も、サラリーマンでお仕事をして遅く帰ってくる人で、すごくこう母が本当にワンオペ育児、ワンオペ介助ですごく大変だった時に、私がこう買い物に行きたいなとかさ言うじゃない、お母さんって、ちょっと一緒に買い物に行かないとかで、そういう時にいろんないろんないろんな家族6人分のこう家事なり育児なりを母は全部一人ごとのね立ち動いてやっていて、その中にお母さん買い物に行こうよとかって言っても、ちょっとわがまま言わないでちょうだい、お母さん忙しいんだからもうちょっと後にしてよっていうわけですよね。でこう日常がそういうふうに折り重なってなってくると、あそっか、私が何したいな、外に出たいな、買い物に今行きたいなとかって言うのってわがままなんだってなってきちゃうの。そうだね、今私髪の毛が長いですけど、本当に家族しか介助の手がない時は洗うのとかも大変だから切っちゃいなさいってすごいよく言われてたりとかして、なんか本当ね、昭和の昔、なんか自分の中学とか高校の時に自分の手の力でこう髪の毛が洗えない障害の子で髪を長くしてるのはわがままなこと、なんかすごい、なんだろう、昔だから支援学校の先生とかもなんかこれじゃお母さんが大変ねって言った先生とか昔だからねいたし、なんかその髪型さえも本当は伸ばしたいけど切っちゃうとか、なんか服とかもトイレが楽なように本当はおしゃれもしたいけど、スカートが履きたいけどズボンにしようとかさ、トイレが楽ちんなようにとか、そうやってなんか全てにおいて介助してくれる母や、支援学校の先生とかの言葉があって、こう本当はこういう服を着たいなとか、こういう髪型を したいなとか、髪が長くても洗ってほしいなとか、自分のタイミングで外に出かけたいなとかってもう言うことがなんか言ったところでわがまま言わないでって言われちゃうのかなって、先に介助してくれる親とか先生とかの顔色を伺ってから物を言う癖がずーっとあったのね、10代の時。何が一番変わったって、あ、介助してくれる親の
顔色うかがいをしなくても私が私のことを決めていいんだって思った。そのなんか解除を通して母子で共依存みたいにこうべったりベタベタになってて、自分も顔色うかがいばっかりで物が言えないみたいな、親の呪いが解けた。でもそれって別に何にもなんか母は悪くなくって、だって大変だったもん解除。母にしたってやっと何だろう、こう私の解除だけの人生から自分の少しは生きてる間に自分の本当の好きなこととかやりたかったこととか、こう人としての一生の人生の中で、例えばここだけはなんか旅行に行きたいとかさ、会場を離れてなんかそういうことができるなんか人生の時間ができたわけじゃん。だからなんかね、あ、自分のなんか介助さんへの顔色うかがいをしない自分の人生ってこれかって思う。なんかこう喜びが目いっぱいにわーって溢れてきた。結構よく目の見えない方も同じようにおっしゃる方がいらっしゃるんですけど、例えば横断歩道を渡らなきゃいけない、だけど目が見えないからこう車を避けなきゃいけない、自転車を避けなきゃいけないね、全部それがガイドヘルパーさんっていう呼称でいいんでしょうか、付き添、外出に付き添ってくださるガイドさんがいないところでこう完全に注意をしながら歩けるかっていうと、できる人もいるけどできない人もいるでしょ。で、本当に家から何メーター先、何十メーター先、もう目と鼻の先の自動販売機でお茶が買いたいとか、コンビニで何かを買ってきたいとか、その家から一番近くにある何かを買うスポットに行く、コンビニとかを諦めなきゃいけないっていうなんか言葉を私実際に知ってる視覚障害の方から聞いたことがあって、で障害の状況は違うけど私も同じで、私は玄関のドアを自分で開けて自力だけで、スロープとかちょっとある段差とかを越えて、たとえ電動車椅子があってもそのドアの開け閉めをしてちっちゃい段差を越えて外に出て買い物をして行って帰るっていうことがまるでできなかったから、本当に家から一番近いコンビニみたいな、その外出も介助さんがいなければ諦めざるを得ない人生だった。でまあね、うちはね実家がね田舎だからね、そもそもコンビニがないだろうみたいな話はあるんですけど、本当一番近くのその出かける場所にすら諦めていた毎日が、なんか本当に今日雨か晴れかでも違うじゃん、その車椅子で出ることの大変さとか自分の気持ちだって違うし、天気を見てとかこう自分の心身の調子を見て、今日はいい天気で春の日で気持ちがいいから出かけようって、今日行きたいから行こうっていう行動をできたことって一遍もなかったの、家から出るまでって。家族6人前の幼稚を全部母がやってたんだもん。でもそれが入れ替わり立ち替わり、本当に何だろう、
当時家を出てすぐで年も同世代のこうとことん味方になってくださる介助さんたちがいて、まだ町は不便なこともいっぱいあるけど私たちが動いて少しでも変えていこうねって同じ目線で言ってくれる同世代の介助さんたちに会えた時に、あ、これが人間の人生なんだって思った。あと、それまでは私養護学校に親友が一人いて、もずっと特別支援学校に親友がいて10代から一緒に生きてきたよねっていう友達がいるんだけど、なんか例えばさ、好きな人ができたとかさあるじゃん、恋の話をしたいとか、いい年になればさ全部の話を、なんだろう、付き添いのお母さんが横にべったり座って全部聞いてるっておかしいじゃない、誰ちゃんが好きよみたいな話を。でどうしても友達だけで会いたいっていう時に、なんかわがままを言ってさ、こうその30分1時間の間母もなんかこうデパートみたいなとこでちょっと買い物をして待っててもらって、私とその親友で2人でおしゃべりしようみたいなとこもあったりとか、あとは本当にもう勇気を振り絞って駅員さんに前々からお願いをして、この日だけは一人で出かけるって、車椅子に乗って駅まで、母や父に頼んで送ってもらって、相手も障害を持つお友達で二人で会おうって出かける時とかさあるじゃん。でそうするとトイレにその間行けないって思うから、もうお茶とかを頼むんだけど、なるだけ出かけたら飲まないようにしてたの。もう喉が渇いても我慢だよね。外出先でずっとトイレのことを心のどこかで考えてるの。ガイドさんがいない、もしくは母しかいないっていう時は。だけどそれが外に出て飲みたい時にお茶を飲んでよくて、アイスティーとかアイスコーヒーとか言ってよくて、もう年齢も大人だし、音楽の仲間と打ち上げみたいな時はたまにはビールも飲んでいいよって自分に言ってあげてよくて、それで自分のタイミングでトイレに行ける、行っていいんだトイレにって思った時に、もうなんだろう、溢れ出る喜びよね、体の底からもう溢れ出る トイレと喜びよね。もうなんかこれが人間の生活だって思って、あのね、行きたいタイミングでトイレに行けるってどれほどかっていうことも患者さんと暮らしてから分かりました。